はい、こんにちは、長戸です。サムネイル見ていただくと分かる通り、第3弾、水木のハイトーンカラー動画になります。一番最初に、ブリーチリタッチの綺麗な仕方のベージュ系から。で、2回目が、ハイトーンにもしてあるモデルさんに対してのホワイトピンクの作り方で、どんどん来たんですけども、今回は一番興味があるかと思う。バージン毛からのフルブリーチ。はい。結構コメント欄とかでもね、すごい需要の多かった技術になるんで、今日はしっかりと僕らも勉強していきたいかなと思うんで、さあ、早速行きましょう。なんか喋ってよそれ。どうぞ。はい、どうぞ。これデフォルトになった。はい、どうぞ。はい、さあさあさあ、はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、みずきです。はい、もうおなじみになりましたね。どうですか、いろんな方にいろんなコメントを。いや、本当にありがたいんですけど、うん、もうなんて言うんでしょう、今までの生活とこの2ヶ月で一変しすぎて、うん、もう意識しなきゃいけないことだらけだなっていう。なるほど、はい、もう声かけられたりし始めた。はい、実はさすが。いや、私もびっくりしました、本当に。でもあれでしょ、ぬの人だとも言われたでしょ。ぬの人だも言われましたし、かわちの子だとか。はい、この動画が出る頃にはセミナーがね、開催されてるかされてないかぐらいだと思うんで、もういきなり今の時点で7月11日に水木のセミナー、多分この動画の方が後かもしれないんですけど、もうすでに6月の頭時点で全員オーバー。さすが。はい、もうここから先は抽選ということで、はい、どん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 ハイトーンのカワチーを、ちょっと俺が照れちゃった。長谷さんのカワチーはレアですよ、今カワチーを広めてください。はい、お願いします。行きましょう。はい、じゃあモデルさんよろしくお願いします。はい、綺麗な黒髪で、今日はバシッとイメージェンしたい。はい、楽しみです。オッケー、じゃあ行きましょう。さあ、水木さん、今日の技術は？はい、今日はバージン毛からバンブリーチ、お流しまでのプロセスで 17.5 から18レベルのブリーチベースに持っていくっていうやり方になります。はい、でモデルさんの今状態はもう完全にバージン毛です。もうカラー履歴も宿毛履歴もない状態なんですけど、あ、細毛さん毎日アイロンは通してるみたいなので、ちょっとアイロンのダメージは考慮しながらやっていきたいなと思ってます。はい、どんな感じになるか楽しみです。ということで準備してもらいましょう。はい、僕はカメラを変わります。はい、はい、薬剤はアクセスフリーのブリーチ単品に対してアジアンカラーの 6% の加水を2倍で、デオコネクターを総量に対しての 10% 入れたものを3カップ用意してます。粉が80、80、60、合計220です、うん。やっぱブリーチは本当に効果のある薬を大量にたっぷり塗るっていうのが大事なので、このぐらいのボブでも私は多めに作ります。はい、今回アリミの120を使わなかったのは、お流しまでに2プロセスにはなるんですけど、まずはゆっくり抜けづらいところっていうのを炙り出して、そこに単品で次に乗せていくっていうのをやるので、まずはもうアクセスフリーを単品で塗っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあスタートですね。はい、ちょっと一回失礼します。はい、はーい、バージン毛ですね。バージン毛です。意を決してブロンドに。はい、楽しみすぎないですか。楽しみです。はい、もうガラッと変わる施術なので、はい、一緒にやっていきます。お願いします。お願いします。ただもう普通に4ブロックもう塗りやすいように塗っていくんですけど、こういうバージン毛から先頭ブリーチするときって体温から離れてる抜けない毛先をまず塗って根元っていく場合も全然ある施術方法にはなるんですけど、私はそれだともう一回ここ塗った後に上を攻めるっていう、こう取ったりとか毛先が絡むっていうのがダメージにもつながるので、根元は数センチ開けるんですけど薄塗りでもう一気にいっちゃいます。なるほど。フォーミング回数とかそういう施術の工程っていうのは減らしていきたいので、なるべく時間をかけない方法でやっていきます。お腹は鳴りました。私も今鳴りました。シンクロハーモニーさすが。長く一緒にいるとお腹鳴るタイミングも一緒。今一緒に飯を食ってた。消化の方だね。びっくりしました。もう長年一緒にいすぎて腹のタイミングがタイミングハモるハモるのかと思いました。恥ずかしい。気を取り直そう。でもこう鉢でハケは使いながらもう浸透させていくイメージですね。なんか気をつけることがあるんですか。気をつけることは塗布量はもうハケにこのぐらいこんもり乗せて、パネルをオンベースにしてもうこうの感じです。もうとにかく揉み込む、フォーミング、塗る、その3点をもう時間との勝負で必死にやるって感じです。
ピード勝負。スピード勝負です。もうバージンモからのリーチベースっていうのはその時の村がもうしばらく村ができてしまうと1年以上付き合っていくものになってしまうので。確かに。そうなんです。だから一番大事なのって実は最初のブリーチだと私は思うので。じゃあモデルさんの今後を決めるのは水木にかかってるっていう。はい。なんか本当それで今回で村ができちゃったりするとブリーチやめようとかやっぱやらなきゃよかったっていうマイナスイメージになってしまうので、ブリーチ全頭やるっていうのはやっぱ勇気がいる決断と思うんですよ、カラーの中でも。確かに。そうなんです。その決意っていうか1回目の思い出をマイナスにはしたくないので、ワンブリーチ目はもう本当塗布量スピードです。ハケはお気に入りの、ハケお気に入りの歌方です。この間こっそり使わせてもらったらめっちゃ塗りやすかった。本当ですか。知らなかった。ちょっと俺らのも頼もうと思って。いろんな色あってしかも可愛いんですよ。黒とかもあったり、歌方のハケがよく使ってる美容師さんはこの方は黒とかグレーとか方もいますよね。黒黄色はないの？ないですね。欲しいな。黒黄色欲しいな。歌方の人は見ててくれたらね。黄色は出るかもしれない。ぜひ黒黄色お待ちしてます。すぐもうこうやっておねだり。ナプラのデザインコラボ欲しいなとか言うんで。おねだり上手。はい。美容は楽しくないと。そうです。やっぱ使うものも可愛いとかいいですよね。そう、テンション上がるから、ね。はい。今俺は普通にデザイナーに日本一かっこいい請求書を作ってた。普通のフォーマットの請求書だったからなんかテンション上がんないなと思って請求してて。見たことありますかね。かっこいいかも請求書。そう、日本一かっこいい請求書を作るんで、次から請求先の人お願いします。いいよな。心置きなく請求できちゃう。そうそう。どうだっつって。まあそんなね、仕事に遊びを取り入れつつ大事ですよ、うん、お客様のテンション上げるのは美容師ですけど、美容師自身が自分のテンション上げるのって本当自分ですからね。そう、アイテムが良くないとね。はい。さあで、まあ気持ちやっぱ毛先の先は多めですね、うん、こう見た時にグラになるかなっていう感じの、うん、そして今日のモデルさん結構細毛さんなので根元ってかなり上がりやすい髪質ではあるので、そういったところでもそのワンブリーチで仕上げるってなった時に根元を上げすぎても後々大変になっちゃうのは自分なので、根元は必要以上に上げすぎない、で毛先の今回のゴールを考えて根元の抜けも逆算するっていう感じですね。しかもそのブリーチ上手イコール根元をしっかり抜き切るとかじゃなくって、もう全体通してブリーチも見た時に根元が上がりすぎてるじゃなくて、必要ない時は上げなくていいって私は思うので、そういうのも加味して塗っていきます。前髪とかも前髪だからって言って一気にまとめてやるんじゃなくて、前髪だからこそ本当抜けづらいのでしっかり薄パネルで取っていきます。モデルさんはカラー自体もここ数年はやってなかった。そうですね、2年くらいずっとプロでした。黒染めが入ってるってことは特になく、1回黒染めしてそれを伸ばしてロングリフに1回して、それでショートにして伸ばして、うん、今ボブにして今って感じです。いろいろやる。だからこういうのを聞いた時にも、うん、あ、ロングウルフとか好きなんだ、じゃあ派手髪そんなに抵抗はないなか、うん、って考えて色を決めたりするのも楽しいですよね。お洋服の感じとか見たりして、うん、なるほど。でもこうやっぱ見るとアイロンで明るくなってる部分はこうやっぱ違うので、うん、どうすんだなっていうのを、その意外とバージン毛って聞くと、あ、いけるんじゃないって思っちゃうんですけど、その予想外のダメージであれってなることはあるので、カラーしてないとかいう薬剤の歴だけじゃなくて、ちゃんとカウンセリング時にアイロンはよく通すかとかっていうのは聞いた方がいいです。そこが結構見落としがちなところでもあるので、もう一回表面からこうバーッと塗ってチェックしていく形になります、うん、この一発目の時点で120を混ぜるパターンの髪質もある、はい、もうありますね、うん、もっとメラニンの濃い硬い髪質の方だったり、かなりロングの方はもうボブよりもさらに毛先に体温が届かないので、うん、という方は120とアクセスフリー1対1とかもいっちゃいますね。やっぱ根元から離れてるところにはブリーチは結構パワー使うんです、ね、はい、使います。でも逆を言うと毛先って一番ダメージして長年お付き合いしてるところなので、攻めすぎても抜けるけど髪痛むっていうこともあるので、やっぱ見極めが必要なところにはなるんですけど、こうやってしっかり手のひらでコーミングしてパネル全体を1枚の髪だと思ってちゃんと端も塗る。真ん中に溜まりがちなので、上から塗ってダッカールは使わないパターン、使わないです、うん、それこそなんかその毛先に先に強めの薬で
でアプローチして根元を後から攻めるっていう時はバックとか使ってその根元につかないようにするんですけど、今日はもうワンメイク、そのワンカップのリーチになるので根元についても大丈夫なので、とにかく時間差ですね。で後でチェックしていく感じにはなるので、なんかアクセスフリーって優しくて、なんかそんなに抜けないイメージを持っていらっしゃる方も多いんですけど、アジアンカラーとの加水とのやっぱ相性も良くって、結構時間を置けばリフトしてくれる薬にはなるので、私は複雑履歴を炙り出す時だったり、こういうバージン毛から行く時は単品使いはよくします。さすがナプラ、ナプラさん最強です。なんでリンゴなんだ、リンゴ3でも入ってる、確かに、気にしたことなかったです。なんでリンゴなんですか。入ってない特に書いてない。社長さんがめちゃくちゃリンゴ好きとか、ナプラの社長さんがリンゴ好き関係ない、ね、ナプラの社長さんリンゴ好きそうな顔してたかな覚えてねえな。ナプラのブリーチ思い浮かんだ時リンゴ食べてたとか相当思い入れありません、リンゴに。確かに原産国イタリアです。全然リンゴじゃないですねイタリア語でリンゴもよくわかんないし確かになんていうの、ヤサイさんイタリア語でリンゴは、知るわけないじゃないですかこれすんなり答えられたらヤサイさんの見方変わりますね。そう、これぐらいしかわかんないです英語、いや英語でこういう短いボブの方は首ちょっと下げてくださいって言って、こうやって下げていただいて塗るのも塗りやすいので、意外とネープって見えてなくて濡れてないとかありがちなので、そういったところもしっかり見ながら塗っていきます。でとりあえず上から塗り終わったので厚めのブリーチを混ぜていきます。もうパワーは落とさずに新しいのでいきます。同じ薬剤で新しいだけです。はい、はい、混ぜます。ちょっとこの一瞬だけお料理できないのにお料理できる風になれるいいアイテムです。アイさん笑ってますね。全く同じことを止めてから言わないと。あ、そういうことですか。おそう、抹茶オープンが絶対入んない。なるほど。混ぜ終わってから。混ぜ終わってから、ちょっともう一発お願いします。はい。これから楽しみです。頑張ります。よく混ぜで。よし。よく混ぜ切って。すいません。待ってください。あ、そうだ。混ぜ終わりました。何でしたっけこれをやってる時だけ。はい。いきます。これ混ぜてる時だけ普段料理しないんですけど、ちょっと料理できてる風になれるアイテムです奥で笑わないでください笑ってください。岩崎がクスクスクス岩崎は瑞希の家に行って料理ができないことを認識したそうです。そうなんです。ガチでこんな料理できない子初めて出会いましたお前これ何人が見ると思ってんだ。ひどいですね、お料理できない子っていうの追加されちゃうじゃないですか一緒にこれから叩き込むつもりでお家にお邪魔するんでそれなら嬉しいです ね、 ですね。まだ伸びしろがある。伸びしろ、あ、そう、うん、すごいすごいフォローされてる感必死のフォローされてる感すごくないですか。とりあえず油が怖いそうです。素手でブリーチは濡れますけど、うん、油はめちゃくちゃ怖いです。飛んできたらどうしよう。油が跳ねるより黒い服でブリーチの方が絶対怖いそれはもう大丈夫なんですけどね。さすが。したら下から塗っていきます。もうここは 2,3 センチスライスぐらいでしっかりコーミングと毛先に不良たっぷり塗ります。これは一番最初に塗ったとこからとかじゃなくて、はい、なく後ろからもうネイプから、はい、この心はもう前はだいぶ薬が浸透して抜けてきてるんで、後ろはまだ塗り始めじゃないですか。なのでもうパワーを追いつかせるため。そうですそうです。そういうことね。こう時間差があって、はいはい、たものを逆から行くと、そうですそうです、パワーが追いついてくる。そうです、同じブリーチの強さで全部塗り収めていきたいので。ああなるほど、はい、強いところはもう抜け始めてて、でだんだん弱いブリーチを最初に塗ってた後ろから強いまま塗っていく、うん、なるほどね。そっか、俺普通にもうこっから行くもんだと思ってたって、はいはいはい、そうすると強いブリーチばっかりな。そうなんです、そうなんです。時間が経過するとブリーチが弱くなる修正を利用して、はい、塗り終わったとこから戻る。そうです、じゃないと あれ後ろあんま抜けてないけど前ばっか抜けてるなってあるじゃないですか、はい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 、あとは前って基本抜けやすいので、うん、こんな感じで私はいつも
そういうことね。そうなんですよ。前だと次前からってなっちゃうんですけど。そう。そうすると、両方は混ぜたてブリーチのところになるってこと。はい。勉強になります。ありがとうございます。いや、これでも多分普通に動画の前の皆さんも、なるほどってなってると思う。そうなんですよ。二人で塗れると、きらめかないんですけど、うん、どっちからもこう対角線でやっぱサロン様ってアプローチしていけるんですけど、一人ってなると、いかにムラなくパワーを落とさない薬を塗り続けられるかなので、それで私は工夫して、私はこれが一番良かったですね。でも理にかなってる。また本当に毛が見えなくなるんじゃないかってくらい塗ります。繊細な仕事ですってコメントいただいたんで。ありがとうございます。すごい嬉しいです。私もコメントはやっぱ読ませていただくんですけど、繊細とか丁寧って。やっぱ私が心がけてたことだったので、合ってたんだなっていう、その一面が届いたことがすごい嬉しくって。塗り納め綺麗だもん。塗り納めはやっぱ意識してますね。大事だね。だからもうこのまま置いてこう綺麗になるっていうことを考えながら置くんで、溜めるところだったり、落とす位置だったり。こちらが塗り納めですね。塗り納めです。芸術展。芸術展。芸術。フィギュアスケートみたいな。おいおいおい、岩崎さん。何ですか。芸術展について深掘りしようと思ったのに、まあいいや。いなくなられた。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、バックサイドはこんな感じで、はい、さあ塗り納め。バックサイド。あ、バックサイド。何もないです。多分疲れてるんですね。おお、ブラザーブラザー、お前画面の向こうの人は酔うだろう。優しい。そっち。そしたらアイドも作ります。ガラシが来ました。はい、料理人です。はい、そしたらこっちも塗っていきます。ただお顔周りは全然黒いんですけど、お顔周りの毛とか上もみあげのところっていうのは薄くて体温も近いんで上がりやすいんで、最初に塗っちゃうと白くなりすぎちゃったり、お顔周りだけちぎれちゃったりするので、そこだけは残して後でチェックの時に軽く塗る感じでいきます。もう結構抜けてきた。そうなんです。でもぶっちゃけこれぐらいのブリーチで上げちゃう美容師さん多いよね。あ、そうですね、うん、オッケーっつって、はい、でもそれだとムラになるってこと。そうなんです。ムラだったり中明度はできたとしても色落ちがそんなに可愛くなかったりとか。オレンジが出てきちゃう。そうなんです。なんか皆さんやっぱ色落ち可愛くするための色がいいっていう風なオーダーだったりとか、色落ち可愛くなるカラーですっていうのをよく聞くんですけど、結局ブリーチベースが色落ちを決める私は思うので、やっぱり 17.5 以上は上げていきたいなとはいつも思いながらブリーチしてます。今日の狙いは、今日の狙いも 17.5 から18は目指していきます。この時点で根元とかベタ塗りしすぎちゃったり、毛先の塗布量が少ないともうムラになるんですよ。白いあんまり抜けてない茶色みたいになっちゃうんですけど、最初の時点で塗布量先多めにしてたので均一に抜けてきてます。確かに。結局ブリーチは仮塗りが本当に大事です。リタッチも前頭も、うん、塗布した時にもうムニュってこう動く、鉢で塗ってもブリーチがいる状態、こうなってると乾燥してて塗れてないんで、しっかりこのぐらい塗ります。塗布量だよね、大事なのね。塗布量ですね、うん、塗布量を保温です。だいたい時間の目安的には、今日のモデルさんがご来店しましたから、はい、まあ、カットはなしだとして、はい、ブロンドに抜いてトナーシャンプー台でちょっと黄ばみと、うん、飛ばすぐらいのトナーシャンプー、シャンプー混ぜたトナーですね、うん、をするので3時間から3時間半でいただきます。でも今回は 17.5 から18レベルを目指してるんですけど、もっと白にしたいとか、ホワイトミルクティー、私が前々回上げさせていただいたような色にするときは、もう初回の時点で2ブリーチでご予約は必ずいただきます。2ブリーチにする場合はどのタイミングで流すの？はこれで、今日は一応 17.5 から18狙い、はい、っていうことなんだけど、はい、そこまで上げてから流してもう一回。そうです、終わったブリーチ剤ってほぼクリア塗ってるみたいなものになっちゃうので、そこから足してもあんまり意味がないで、流してドライしてまた塗っていく形が2ブリーチになります、うん、やっぱ2ブリーチ目はドライした方がいい。した方がいいです。その水分とかも、この保温とか、塗布の薬の作用に関わってはくるので、私はドライから塗ります。うん、ドライ推奨ですね。はい。表面は同じく頭の丸みが強い部分になってくるのと、ちょっと塗りづらい部分にはなるので、薄めパネルで塗っていきます。うん、表面のパネルはめっちゃ薄いもんね、いつも。そうなんです。表面はもう薄めで塗ります。一番最初に塗ったところとかは本当に早くて、これぐらい抜けちゃうので、なので先に前サイド仕上げちゃうとサイドの方が明るくなっちゃうので後ろとっていう感じです、うん、さっきのやつ。そうなんです。
しっかり仮塗りで、でもその分最後に塗り収めることにはなるので、うん、最初の仮塗りでムラがあっちゃうとそのままムラになって放置時間にはなってきちゃうので最初の塗布量は大事です。こういうお顔周りはもう上がりやすいんで、こういうチェックで塗ります。こういうフルブリーチとかしてて面白いのが、お客様ってずっと見ててくれるんですよ。確かに。そうなんです。モデルさんめっちゃ見てずっと見ててくれるんですよ。本当携帯とかいじらず、タブレットも見ずにずっと見てくれるんですよね。多分やっぱ変化が面白いんでしょうね。なるほどね、はい、どんどん明るくなってるっていうのと、だからこそ丁寧な施術は心がけますね。元を見ていただいてるので、それだけでなんか髪の毛大事にされてるって思うじゃないですか。ブリーチがダメージするものっていうのはもう本当今インスタ SNS 世代でお客様みんながもう認知している技術にはなるので、丁寧にやってくれる美容師さんだっていう安心感は持っていただきたいです。なるほどです。このぐらい 2,3 センチから一気に1センチの幅に変えていきます。表面は結構重なってるとこなので裏もチェックしてあげてください。こういうお顔周りとかもしっかり毛が残らないようにハケの角度を変えたりして塗ります。確かにそのハケのその毛の広がってるのが塗りやすい。そうなんですよ。こう平ら、普通なんかこうバッと生えてここがもっと厚いハケが多いんですけど、ここがもうシュッとなってるんで、こういう作業、ここの角でこういう作業すごくしやすいです。最後に収まりを見ながらこう毛先に溜めて、本当に毛先重視ですね。はい。熱が届かない。熱が届かないので、こうやってしっかり。結構頭重くないですか？ちょっと重い。もう重いってお客様がなるくらい塗ります。本当に広げてもブリーチがこんもりいる。乾いてるところが一切ない。塗布量がベストです。はい。で、これで放置していくんですけど、やっぱそれでも溜めてるとはいえ、やっぱり毛先に保温はしたいので、アルミを毛先だけにつけてラップします。アルミきましたね。アルミです。本当にもう毛先の先、一番抜けづらいところに。という感じで大丈夫です。パップケーキみたいになっちゃいましたね。かわちいですね。かわちい。ちょ。おい岩崎。なんだよ。かわちいって言うかなと思って。言わないよ。このかわちいをみんなが聞きたい。どうぞどうぞ早くラップしてください。せかされた。聞けなくてすいません。言わせれなかった。で、まあラップはいつも通り東京ドーム級で。東京ドーム級で。はい。きます。俺も最近それ真似してる。あ、どうですか。矯正でもめっちゃ調子いい。そうですよね、うん、なんか矯正とブリーチの考え方ってその時に似てるので、こういうところで使えますよね、矯正でも、はい、そうですね。いつもは最後こうかぶせるんですけど、毛先重視で最後で、こうお顔周りは丸めて邪魔にならないように、こういうラップとかの作業も丁寧なのを心がけてます。顔につかないとか。はい、これで20分放置していきます。はい、はい、じゃあお待ちください。はい、待ちください。さあ20分、はい、経ちました。経ちました。さあどうなってるか、はい、チェックしていきます。わーお。ここでチェックしたいのは抜けムラがないかっていうことと、膨順して熱をこもりすぎてないかっていうのをチェックしていきます。で、最初に塗ったところと最後に塗り終わったところでやっていきます。だいぶ抜けてきてますね。もうこの時点で結構抜けてきてはいるんですけど、やっぱちょっと毛先の方がこうオレンジ味があるなっていうのがまだあるね。ありますね。ああ、でも滑らかに。そうなんです。均一に。まあもうこの時点でも均一に濡れてきてはいるけど、やっぱり毛先オレンジだなって。もうこれはやっぱり体温の差なので、これにアタックしていこうと思います。はい。次に今優しいブリーチで炙り出してまだ抜けてないところを次に強いブリーチでやっていくっていうやり方になるので、2つ目のブリーチはアリミの120単品。ちょっとこれあのナプラさんの箱にはなるんですけど、120ってこういうパウチ状なので、私はこれで出しちゃってもうすぐ測れるようにしてます。なんかあれ、あのパウチマジで使いづらいよね。確かに。くれてか、あのパウチになる前って毎回ペリペリ剥がすやつじゃなかった。
あ、なんか少量の。そうそうそう、知らない？パウチ時代からしか知らないです。はい、前はね、なんか100か 50g ぐらいで毎回風邪薬みたいにだったよね。パブロンみたいじゃなかった？パブロン。でもなんかあれですよね、きっと酸素に触れないように袋。ああ。そう、なんで私も移して絶対水気のない、触れないようにしっかり締めてはいるんですけど、うん、いい書体です。はい、書道部部長でした。書道部部長来た。自慢ポイントここで、ここでですか？すいません。で、単品に加水同じく 6% 2倍で、コネクターは総量の 10%。 あんまり私はブリーチ剤自体のパワーは変えるんですけど、 6% 2倍加水だったり、こういうケア剤は変えないようにしてます。やっぱそこをコロコロ変えちゃうと、何が違ったかとか、うまくいかなかった原因、うまくいった原因が分からなくなってしまうので、基本的には粉でパワーを調整してます。で、私は基本的に今あるブリーチを毛先の方剥がしていくんですけど、こういうカップに剥がしたブリーチはもう入れちゃいます。頭にくるんでたラップに入れるとかもいいんですけど、こっちの方が効率いいなってやってて思ったので、それでやっていきます。今剥がす時も下からこんな感じでテールで見てもわかるんですけど、やっぱりまだ抜けてないなっていう、16レベルくらいなので、こっから 17.5 のその 1.5 が大変なんだ、ね、そうなんですよ。あともうこの時にさっき言った防潤具合と髪のダメージも見ながらで、ロングの方だとやっぱ毛が長い分ネープの方溜まりやすくて、どうしても熱がゴムの方とかよりはこもりやすいので、放置する時にコットン挟んじゃいます。熱が溜まりづらくなります。ガンガン取れていきますね。はい、こういう時もまあ強く引っ張りすぎず、髪の負担にも、モデルさんの頭皮の負担にもなっちゃうんで、もうさっとこういう作業早めにやっていきます。でもまあもう綺麗ですよね、結構。もう俺これで終わっちゃうかも終わっちゃいます良くないって、まあ、グレージュとか、例えば6、7レベルの薬、9レベルの薬で作るカラーとかだったら、以前私もこれで上げる時はあります、うん、これでその根元攻めすぎちゃうと根元だけ白いっていう現象が起きてきちゃうんですけど、薬剤も根元は若干取りすぎてない？そうです、取りすぎてないです、うん、根元はこれから120塗らないので、さっきのため塗りしてた毛先をメインに剥がしていきます。ただまだちょっと軽くこう残しながら、ずっとあの作用はしていくので、ブリーチも。なんか根元は意外に取ってないな。そうです、そうです。根元は取らず、この、いわゆる抜けないとこですよね、バージン毛の。こう取って、根元は、まあもう今ある。電力車ブリーチ剤がじわじわ取っていく。そうです。だからその最初の薄塗りでも全然いけますよって言ったのは、放置時間はやっぱずっと長くなるんで、根元は。で、まあ、その根元少し残しつつ、この抜けづらい部分を取って、だいたいこのぐらい取れます。でもこれはもったいない塗ったのにって思うかもしれないんですけど、作用してるブリーチなので、役目は終わった。そうなんです、終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、何の言葉ですね。120単品のさっきの作ったブリーチを混ぜていきます。で、次の120のブリーチからはホイールワークでいきます。もう一回しっかりロッキングは取って、次はネープからやっていきます。頭下に失礼します。ネープの方がこうなってくると思ったより抜けてない、周りよりちょっと茶色いので、こう2プロセスでいく時のブリーチはネープからいきます。でも全体を見て、はい、抜けてないとこから、ところから、大体ネープ、大体ネープですね、うん、根元は抜きやすいんですけど、ネープの毛先っていつも抜けてないので、うん、これも 2,3 センチ幅、もうこの時はしっかりコーミングと、毛の内部にしっかりブリーチが入り込むようにタッチ塗りコーミングです。で、うん、ネープのこういう短い毛とかはまだホイールは挟みません。なるほどね。アクセスフリーで全体塗ってでからの120単品で髪の上で混ぜるみたいな。そうです。言ってしまうと矯正とかって似てるってさっきも言ったんですけど、うん、癖の強いところに強い薬でアプローチ最後にしたりとかってするじゃないですか、うんうん、それと同じ考えです。抜けの甘いところに強いブリーチでいく、うん、でも元々塗ったアクセスフリーのブリーチがあるので、120ほどのダメージっていうのは起きないよっていうことです。ネオメテオからの離島の H だね。そうですね、まさに矯正、私も4月から勉強させていただいて始めさせていただいてるんですけど、うん、ブリーチと同じだなって思います。もう
矯正もガンガン習得し始めたからね。恐ろしいよ。でもそれはブリーチ始めてたからまあそう、ね、っていうのもあると思います。確かに似てるね。そうなんです、うん、薬剤の考え方とか。そう、普通の宿毛矯正って塗ってからも減力ってそんなしないんだけど、はい、塗ってては減力してっちゃうからアルギニンで、はいはい、それの作用と似てるんだ、はい、でこのぐらい耳上耳横ぐらいからオイルを挟んでいきます。別に根元を温めたいわけじゃないので、根元にはそんなにオイルは詰めずに、ほんと毛先を置くぐらいのイメージでやります。ここも強いブリーチ使ってるので、時間勝負なので、もう手は急ぎ目で。なので、この作業じゃなくて、例えばもう時間で早めに抜きたいとかっていう髪の状態とかも大丈夫な方には、さっき言ったアクセスフリーアリミの11。毛先から攻めて、アクセスフリー単品を根元行くっていうのも、一個の方法ではあります。でもその1対1も結構強い、私的には攻めの剪定にはなるので、毛の状態しっかり把握できてないと、歯は強い分抜けはするんですけど先に痛みます、膨順もしてきます。初歩的な質問として、はい、アルミは保温、保温です、うん、保温と溜めれるようにです、うん、まあ、最初に塗らなかった理由としては、最初はそんなに放置時間長くない、ぶり出すイメージなので、ホイールというよりもしっかりもう塗布量っていう感じ。ホイールどこのですかっていう質問来そうなの。あ、はい、アイビルです。これだよね。はい、そうです。今なんかなくなって違うのになっちゃう。アイビルなくなった。なんかそれを田貝さんに注文したら今なくって、別のカットされてるやつになってます。欠品じゃなくてないって言われます。もうなくなった。欠品なのかな。 そこ間違ったらこのアイビルさん怒るよ。なくなって今はどこに。 あっちに箱のやつです。カットされてる、なんて言ったっけな、田貝さん。調べます。ちょっといや大丈夫、矢崎さん大丈夫でした。あ、違う、今まで使ってた商品が廃盤になって、廃盤になってもアイビルさん。あ、よかった。同じでした。あれが廃盤になってそっちになったってことです。なんだろうね、箱の方がいいのかな。それはカットされてて素材がちょっと違うんですよね。ああ、エンボス加工。そうです。ああ、うん、こんな感じになったんだ。どっちがいいかだね。もうそっちも廃盤らしいです。何が違うんですか、滑りすぎちゃうんですかね、こっちだと。そうなの。あ、エンボス加工っていうか、もうエンボスって書いてある。エンボスカットホイール。エンボスしてるから密着よりすんのかな、薬が。あー、ハスの葉っぱ的な感じですか。ハスの葉っぱ。はい。ハスの葉っぱ。ハスの葉っぱ。ハスの葉っぱ。え、逆ですか。わかんない。ちょっと待って。噛み合わない。デコボコしてるから、薬がより密着しやすいのかなって思って。え、例えば、わかんないよ、すごい想像なんだけど、はいはいはい、ハイライト塗ります、はい、折るとさ、この折り目が薬飛んじゃうけど、わかります、はいはい、エンボスだから、デコボコしてる分、そこに薬が残る。おー、いや、わかんない、すげえ想像。アイビルさん、アメントください。教えてください。さ、そんなこと言ってる間にだんだんオイルが挟まれていきます。もうこれはもうひたすら挟んでいく感じですかね。そうです、オイルワークです。 OK です。はい、でバックサイド挟み終わったので次にサイドいきます。この時も新しいブリーチ混ぜていきます。サイドはもう下から挟みます。特にネープみたいにすごく毛が重なり合ってるとかでもないので、もうこう見てもやっぱりさっきのネープよりは抜けてきてるなっていうのがわかるので、そこも見極めながら塗っていきます。で、これもホイールを下から挟み続けます。すごい塗布量だなってモデルさんびっくりじゃないですか。マイタサロンだと、はい、ブリーチの量が金額によって決まってて、ブリーチを結構惜しんで使ってる感じだったんですけど、それ結構ムラになっちゃったんですけど、水木さんはなんか惜しみなくたっぷり使ってるから、そうですね、安心感がすごいです。ブリーチはもう惜しんで使ったらダメ、本当に大量塗布が本当命なんで。確かにそういう風にブリーチの量が金額で変わってるサロンさんだと、どういうこと、どういうこと。難しいですね。ブリーチのパウダーこんだけ使ったからおいくらですみたいな。あ、そうです。おー、なかなか聞かないですよね。確かに、でもまあ綺麗に仕上がりたければお金払ってねっていう、なんか、強気。ずいぶん強気じゃないですか。そんなことあるの。そのやり取りをお客さんとする方がめんどくさいけど、するけどね、はいはい、確かにブリーチパウダーも年々ちょっとずつ上がってるもんね。はい、イタリアでしょ全部。イタリアなんですね。ブリーチってイタリアでしか作ってないって聞いたけど、確か知らなかった。アリミの120も原産国イタリアの気がする。
さっきアクセスフリーそうでしたよね。まあ鉢植えは薄パネです。ノットってめっちゃブリーチ剤あるよ。本当ですね。3人でやってんの。豊富、選び放題。選び放題。あ、原産国書いてない。どこもですか？どれも。アクセスフリーだけだっかい。でも大体がイタリアっていう話を聞いたけど、どうなんでしょうね。まあちょっと詳しい人。ブリーチの原材料がイタリアにしかないんですか？なんか取れない。いや、そういうのね。農地から取るわけじゃない。その畑じゃないとじゃないの。ブリーチ病室は思えなかったね。失礼いたしました。でももう普通に過硫酸アンモニウムと過硫酸カリウム、この2つの割合だけだと思うんだけどね。どうなんだろうね。ちょっと勉強します。不思議。不思議だね。はい。なるほど。今度詳しい人に聞いとくね。はい。おシュワルツコフメイドインジャーマニーって書いてあるね。ジャーマニー。あ、ドイツです。あ、失礼しました。失礼しました。で、おやさん、ここに分かりますよ。すいません、今のなんかこっちに入れようとしましたね。分かります、分かります。ジャーマニー。おやさん、分かりましたとかめっちゃ失礼。いや、でもシュワルツコフがドイツだから、もしかしたら分かんないけど、原産国ではないか分かんないね。ちょっと勉強しておきます。こういう耳後ろとかって毛が溜まりやすくて若干抜けづらいので、しっかりこう4方向、こう上だけじゃなくて横からも塗ってあげてください。リーチしてて楽しいのが、こうやって抜けてきた時点でブロンドのお客様の想像がつくのがもう楽しいですよね。うん、もうモデルさんの来た時の姿忘れちゃったの。最初からこれだったんじゃねえかと思う。もう勝ちは見えてる感じですか？見えてきてます。うん、もう最初の仮塗りとチェックの時点で、やっぱあの均一に同時に抜け始めてるっていうのがもう勝ちの見えてるところで、あとはもうこの抜けてないところにしっかり塗布するっていうだけなので、難しいのは最初かなっていうところです。なるほど。逆に言うと、もうここでやばいムラがあるって時はそこに120ため塗りとかして調整したり、そこだけちょっとコットン使ったりとかしてやりますね。コットン挟むのが一番抜ける。コットン、いや、ホイールが一番抜けるんですけど、ホイールだけじゃなくて、うん、次にコットンも一緒に挟んであげる方がより保温にはなります。溜めて塗ってホイールもしてコットンもするってなると、逆にその保温イコール発熱のリスクも上がってくるので、毛の見極めは大事です。なるほど。でさっきから根元は全然塗ってないんですけど、同じくらいリフトしてきてるっていうのがポイントです。確かに。そうなんです。なので、溜め塗りしちゃうと、先に抜けすぎちゃうよっていう点にはなります。で、鉢植えになると、薄スライスで、ここの塗りが逃がしがちなんですけど、しっかり上げて、飲み込みながら塗ります。結構もうタプタプです。ね。はい。だからもうホイールに貼り付けて塗るっていうよりは、もうタプタプに手で塗って、で置いて重なってるところだけしっかりコーミングしてっていう感じです。でもこうやって前髪あるモデルさんとかは半分にしちゃって塗ってもいいと思います。前髪のあるモデルさんはこう顔にペタってありがちなんで、しっかり持ち上げて手のひらで塗っておきます。置いてもしっかり溜めてあげます。細かい毛でもしっかり鉢で塗ります。で、全部ホイール包み終わったので、またラップして、こっからは40分置いていきます。はい、じゃあ40分後お願いします。はい、はい。ブリーチの放置時間中に、みずきちゃんがブリーチに合うメイクのワンポイントなどを紹介してくれるそうなので、ちょっと教えていただきたいと思います。いいよ、お願いします。はい、はい。私もよく営業中にやることではあるんですけど、ブリーチ放置中って結構長くて退屈だったりとか、だんだん明るくなってくる自分を見ると、あれ眉毛変、メイクおかしいってちょっと不安になり始めちゃうのがよくあることにはなるんですけど、そういうお客様のために承諾を得てしてもいいですかっていう、いいよって言ってくださったお客様にはちょっとだけポイントメイクを足してあげたりとかしてます。で、まあ、今日のモデルさんも自分でバッチリメイクしてきてくださって十分可愛いんですけど、例えば眉毛が黒い方だったら眉マスカラ、一番明るめの眉マスカラを塗ってあげたりすると、あ、ちょっと髪の毛と合ってきたなっていう安心感につながります。今日もモデルさん白いラインとかしてきてくれてるので今日は引かないんですけど、例えば私がよく使ってるのはセザンヌのハイライトとスターグリッターをよく使います。やっぱブリーチして髪の毛明るくなると一気になんか肌くすんで見えるんじゃないみたいな不安になる方もいるので、ハイライト足してあげたり、ちょっとラメで雰囲気を変えてあげたりします。はい、
指でチャチャチャっと、もう鼻の声高い部分と、私はこの鼻の凸ですね、鼻凸の部分をちょっと唇の上とかもやってあげます。で、顎をこういう方の基本的に高くなる部分にハイライトはしてあげます。でも、もう鼻筋入るだけでもだいぶ肌の印象、ツヤ感変わってくるんじゃないかなと思います。で、グリッターは私はよく目つぶってください。目頭目開けてください。黒目の下にほんのちょっとだけグリッターってつけすぎちゃうと一気にキラキラしちゃって主張激しいので、黒目の下とかに塗ります。で、こうやってメイクとかすると、あ、こういうメイクがあるんだとか、ちょっとそのお客様の日頃のメイクにワンポイントの知識になったりとか、あ、こういう塗り方できるんだって言って同じもの買ってくれたりとかして、結構会話も盛り上がったりするんで、おうち時間中はおすすめです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいい華やかになりました。そう、一気にやっぱラメとか入るだけでもお顔の印象パーって明るくなるんで、髪が明るくても不安になりづらい要素になります。ありがとうございます。はい、さあ、メイクレッスンも終わって、はい、どんどん可愛くなっちゃいます。はい、さっきの時間放置から40分、はい、はい、お願いします。と見ていきますね。最後に塗り終わった方から見ます。うん、抜けてます。あれだね、緑色を見るやつでしょ。あ、そうです、覚えてるよ。緑なってます。なってるね、緑そう、でもね、結構抜けてるところに薬剤の薄いブルーが合わさって緑色に見えるところが18レベル、そうですね、になる。もう透けてるよねっていう。で、上はやっぱり塗ってないけど、もうこのぐらい抜けてくるので、逆にこれを全部塗っちゃったりとか塗布量が多いと、もっと上が白くて下が黄色いっていう経験がある方もいらっしゃると思うんですけど、こうやって重ねてこうした時に一緒なんですよ、この差が。もう一緒なので、もう流し時かなっていう感じにはなります。はい、じゃあホイールは外していきます。ホイールはもう下からですね、かなり塗布量も塗っててホイールも挟んでるので、モデルさんの頭を押さえながら下から1枚ずつ、これはもうあのリタッチの時みたいにコーンもブワってできないので、丁寧に下から剥がしていきます。あれ反響あったよね。ありましたね、すごい嬉しかったです。で、剥がす時もモデルさんの顔につかないようにこうちょっと後ろ目で、サイド側とかはよくなんかこういう剥がしてるとトッてなっちゃう経験があるんですけど、後ろに抜けばいい。そうです、後ろに下目でこう抜けます。コームではいかない。コームではいかない。ペーパーじゃないから。はい。俺あのストレートペーパーで真似しようと思って、はい、コーム刺してこうやったら、はい、お客さん頭ゴーンだって。真似できなかった。あれはリタッチペーパーだからできる技なので、何でもあれでいけるって思ってあってならない。めちゃめちゃ、はい、お客さん後ろに引っ張られる。もう二度としない。使いましたか。た、はい、全部取り終わりました。で、このまま流してシャンプー台でシャンプートナー、シャンプー剤も混ぜたトナーをしていくんですけど、この配合もお伝えします。はい、これか。はい、じゃあ、はい。で、今日はクリアベースに668、これがもうパールピンク、紫ピンクの色味、黄色味を消す補色を 5%、こちらも一剤のクリアに対して 5% なので、これと合わせて一剤のクリアに対して 10% 入ってるイメージです。紫シャンですね。紫シャンプーです。どれに以上、はい、やっぱ紫シャンプー入れることでさらにカラー剤の粘性っていうのが緩くなるので、よりムラがなくすることができます。で、さらに今日はもうカラーで黄ばみを消すっていうのはメインではないので、シャンプー剤を5プッシュ入れてます。で、加水は 3% です。購買です。シャンプーとかで加水濃度が、そうです、下がるので、薬剤に対して等倍、こいつらも含め等倍、薬剤に対して等倍です。あ、で、こいつらでちょっと薄まる、はい、 OK です、っていうイメージです。はい、じゃあ早速お願いします。はい、お願いします。で、塗る直前に混ぜます。はい、したら流していきます。で、ブリーチ中って首の後ろとかこうこんもり薬剤が乗ってると気持ち悪いんで、しっかり最初に首は寝かしてあげます。じゃあマーブで流していきます。
シャンプー台でトナーするときは本当に水洗命なので、この通り5分以上かけてやってください。ただ軽くシャンプーします。水洗でよく流してはいるので、すごい擦りすぎたりしないようにもみ洗いで、まあ、すごい一番髪の毛センシティブな状態なので優しくシャンプーしてください。耳の後ろとかもみ上げ、ネープの方は結構残りやすいので、しっかりもみ洗いと泡を使ってブリーチ剤を落とすように洗っていきます。はい、今日は前頭結構フルブリーチでしっかりめに抜いたので中間処理をしていきます。デオコネクターの5倍希釈とアクア原液をシャンプー台でつけていきます。毛先メインですね。しっかり浸透圧で入れ込んでコーミングもします。とアクアの原液つけます。カラーするときとかはカラー前にお席でしてあげるのもいいです。今日はもうお席戻ることもないのでシャンプー台でつけちゃいます。しっかりこちらもコーミングして、もうコーミングがしっかりシャンプー台でできる時点で髪の体力はかなり残っている状態にはなるのでもう安心です。で、まあ、この後もトナーチェンジリンスしてトナーしていっちゃうので、今のベースの状態をちゃんと、もうこの時点でツヤがあるし、張り腰も失ってなくて、根元との色の差もない状態になってます。はい、さっき調合した柔軟剤を持ってきます。もう結構緩くてなんかふわふわした感じになります。これを毛先からですね、こういう風にもう揉み込みながら、でお顔周りとしっかりネープにもこう縦に割って、根元にこうつけていって、でこういう時にツンって匂いしたりするんで、匂い辛くないですか？大丈夫です、はい、匂いの心配とかも今何されてるんだろうって不安になっちゃうのでお伝えしてください。でもシャンプーの泡立てと一緒ですね。ここからはもう泡立てしっかりめの、顔周りとかも結構塗り漏れ多かったりするので、もみ上げ、耳周りしっかり塗って、こういう下の方も横すらとかで縦横縦横斜めとか、とカラーのチェックみたいな感じですね。でまんべんなく塗りムラのないようにしていきます。しっかり毛先もこれぐらいこうタプタプに塗ります。で、まあ、コーミングとかも挟んであげてください。カラー剤にはもうさっき中間処理したんで特なケア剤は入ってなくても大丈夫です。薬剤とかこういう濡れてる時のブリーチ毛は結構毛もセンシティブなので、コーミングとか揉み込みは十分に注意しながら行ってください。でこう割れた時、起きてきて割ってこう降りてくると思うので、髪の毛はしっかりそこにも塗ってあげます。でここから塗り漏れないか確認したら5分放置していきます。で5分放置したら穴流し普通にして、コアミの3ステップトリートメントをして上がっていきます。お疲れ様でした。はい、はい、でした。流し終わりです。バッチリじゃないですか。もうコームもしっかり通せるくらいの体力もありながら、抜けも均一です。素晴らしい。おお。しっかり体力ある感じが、ね、そうだね、ありますね。グニャンともしてない、はい、これ岩崎毛先もこうやって体力あるからピンとしてます。さすがです。はい、そしたら乾かしていきます。乾かす前にちょっとミストをつけて、でこういう風に例えば初めてバージンからだと初めてブリーチする方だったり、まあなんか2回目の久しぶりのブリーチだったりするので、ヘアの方法を説明しながらこういうアウトバスをつけてあげます。例えば何をつけたらいいかわからないお客様が多いと思うので、こういうミストだとアイロンのドライヤーの熱からしっかり守ってくれてツヤも出るアウトバスになりますっていうことを伝えながらやると、まあそういう会話とかでテンパにつながったりもするので、私はここでするようにしてます。で、まあ、テンパの良さとしては、まあ、お店のためにもそうですけど、まず第一にお客様のために、髪の毛をずっと綺麗に維持していただくためにおすすめするものだと思うので、やっぱ美容室って月に1回ですけど、残りの29日ないし30日はお家で過ごされると思うので、美容院での施術よりもお家のホームケアが大事だよっていうのをお伝えしています。でもブリーチ毛の濡れ髪には、私はもうタングルティーザーの皮脂は愛用してます。乾かしていきます。
べきじゃないですか。はい、一発ブリーチ、はい、で今ブロー後になります。はい、もう切れ毛もなくしっかりブローだけでこのツヤが出るブリーチワークになります。でまあそれこそホワイトとかホワイトブロンドを狙っていくのであればやっぱりツーブリーチ必要になってきますし、もっとさっきのトナーの配合も変わってきます。でも今回はこの 17.5 から18レベルのできるブロンドだったので、ブロンドのいいところって私はある意味黄ばみだとも思っていて、黄ばみを残しすぎてもダメだし消しすぎるとホワイトに寄ってしまうっていうところで調合をしました。はい、はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます。では仕上げで、はい、はい、したら仕上げはおなじみのアイロンラディアント160度でいきます。もうまだ慣れないです。まだまだダメ、まあ、高い、まあ、高い。いやダメですよ、やっぱりあれはインスタ限定なんだなとつくづく思います。ありがとうございます、笑ってくれて。でまあもういつもと変わらず前3パネルの後ろ4から5パネルくらいでこのぐらいの毛量だったらでいきます。今日モデルさん前下がりのカットラインが可愛かったんでそのまま軽い内巻きでいきます。巻きすぎず。さあラストですね。はい、で最後まとめて毛先だけ。バッチリじゃないですか。はい、こんな感じで。うおめっちゃ抜けてる。結構最初より印象変わりましたよね。ワンブリーチでここまで抜けるってなんか思ってなかったので。確かにそうですよね。そうだよね、ワンブリーチでいかないよね普通ここまで。なんか常識が覆った感じ。おー来た、嬉しい。すごい、まあのぐらい長時間置いても傷まないのはやっぱケア剤だったり塗り方です。はい、ありがとうございます。はい、スタイリングしてお写真撮りますか。はい、はいはい、今日はパラッとした質感そのまま出していきたいので仕上げはルミナスとプレイね。ありがとうございます。嬉しい、優しい。いや、笑ってください。慣れてきてませんか。慣れてきてますよね。岩崎慣れてんじゃないの。前までは可愛いとか言ってくれてた。かわちい。ありがとうございます。初めて生で見れたなって。もう見てくれたんですね。ありがとうございます。で、コームでオイルスプレーをなじませるイメージです。完成になります。わー、すごい綺麗。かわちい、かわちい。あ、かわちい、嬉しい。ありがとうございます。触った感じとかそろそろでのブリーチした毛だと思えない。それが一番の売りです。自分の時と変わらないかそれ以上サラサラな気がする。おー、嬉しいです。本当に全部の何作業が丁寧で全く何もストレスフリーというか、今まで美容院行った時とか結構わーって思ったこととかあったけど、みずきさんはそういうの全くなくて安心して任せられます。まあ、ブリーチ施術って4時間とか長いんでそういうのは一番気をつけてるところなので嬉しいです。さすがです。ありがとうございます。今日モデルさん結構フルバングのパッツンで可愛いんで私はそれ活かして撮っていきます。ちょっと手前でお願いします。で後ろで引き顔ですか。はい、そうです。いつも自撮りする口ほう、こっちあるんだね。俺もう学んじゃったもん。そうだって女の子やっぱりあります。え、ちょっと絶対来ると思った今。引き顔はどちらですか。引き顔どっちで撮ってんだろう。いつも若い子限定でした。あ、なんかあれだよね。すごい怒ってる。殴り飛ばすぞ。おお、すいません。強い、強い。殴り飛ばされる。じゃあモデルさんは左側が利き顔なので左メイン撮っていきます。はい、目線は、カメラまずお願いします。で今日こうやってインしてくれてて結構お洋服の感じとブロンドの感じが合うのでちょっとこうパンツを入れながらちょっとかしげて、でこういう丸いボブの方とかはこう顔を倒した時のこう揺れる感じ落ちてきてる感じが結構可愛いので、うんうん、でカメラ目線お願いします。で今日ポイントメイクとかもしたのでそういうのが分かりやすいぐらいの近めなショットも。
途中顎引きの首で、で目線をグー見てください。はい、こういう今日はチョーカーとかも結構可愛いんで、チョーカーが見えるようにしたり、で、その今施術してて思ったのが、ピアスが特徴的なんですよ。こういうピアスとかも可愛いので、見かけて出してあげたりすると、より個性というかそのモデルさんの良さが出るので。岩崎と勝負できるね。と思いました。何個空いてますかっていうやつ。何個空いてるか勝負。さあどうぞ。私も出すんですか。あっち取らなくていいんですか。取った。同じ感じだね。こっちですよね。え？あ、そうか、こっちか。そうです、そうです。左耳が多めだったな。モデルさんもやっぱ興味がある。ピアス好きだから。ピアス好きだと。全然先見てください。ピアス。何のご対面これ。すごい、こういう共通点も若い子に可愛いって言われました引きずってません？さっきの本当失礼ですよね、旦那さんってコメントできますよ、そろそろ本当に失礼さあ、はい、ちょっと可愛い、こういう時はもうちょっとお顔見えなくはなっちゃうんですけど、ピアスメインとかにしてあげて、こうするとちょっと見えるこの目元のまつげとかが可愛いので、髪でお顔ちょっと隠しつつもまつげは見せる。で上からも撮ってあげると自然とこういうショットはパンツが入ってきてくれたりするんで、でボブのお客様とかでよくやるのが、後ろ向いてください、若干頭倒してください、こういうカットライン、後ろから見るハイトーンのボブって可愛いんで、ありがとうございます。でもう一回こうやって向いていただいて、でツヤツヤだよっていうのが分かる動画をこう撮っていきます。綺麗です。で最後は正面、どうしようかな、で前面にちょい傾けます。でもう一回倒しで反対側のちょっと首目線お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあモデルさんもお疲れ様です。おい、今日はアンブリーチ1回のお流しまでに 17.5 から18レベルにレースを持っていくというブリーチ枠をしていきました。でやっぱ注意点は塗布量だったりとか、その根元が抜きすぎない、これで多分根元が抜きすぎてたらブリーチしただけかなってなっちゃうんですけど、しっかり均一でこの色だからこそブロンドと言える髪のヘアカラーになります。塗布量保温をポイントにやっていきました。はい、お疲れ様です。モデルさんも大満足そうでよかったです。可愛い、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様です。はい、ありがとうございます。やばい、ありがとうございました。はい、またぜひ、お疲れ様です。お疲れ様でした。第3弾、はい、第3弾目です。日に日にいろんなモデルさんが現れて、はい、次はどんな感じになりますか。まあでもあれだよね、これ今やってる最この撮影日はまだ2本目のホワイトピンクが出されてない、明日アップ予定なんで、うん、ということで皆さんのコメントをもとにどんどんいろいろやっていきたいかなと思うんで、皆さんぜひコメント、もしくはみずきのインスタぜひフォローしてもらって、こうやってここに出てるんですか出ません出ませんコメント概要欄に貼っておきますそこに出すのちょっとテクニックしてる概要欄、はい、ということで、あのみずきのインスタフォローしてもらって、 DM で言っていただいてもいいですし、コメント欄にいただけるとさらに嬉しいです。はい、ということで僕らは来週沖縄セミナーです。台風大丈夫ですか。なんかちょっと大丈夫そうになってきた。それてましたね、レーダーが明後日の方向だね、2人は。じゃあそんな感じで今後とも長と岩崎、水木、サブちゃんみたいになってきた、よろしくお願いします。バイバイ。